さあ皆さんおつのお疲れ様でございます。火曜日です。ギャロップが手に入りましたのでマイルチャンピオンシップの市場馬体診断を行いたいと思います。さあこのお馬さんは、はい、社大スタリオンツアーでお披露目されたエフフォーリアです。ああいい顔してますね。はい、頑張っていいお父さんになってね。はい、その前に缶のパイしたいと思います。おつのお疲れ様でございます。今日はジェイコムさんの居酒屋ゴルゴという番組の1月2月分を撮ってまいりまして、はい、おつのお疲れ様でございます。うまそうな、もうすでに日本酒飲んできまして、仕事で飲まなきゃいけなくて、飲んできました。いただきます。おつのお疲れ様でございます。缶のパイペース。うますぎる。さあそれでは早速いきたいと思います。市場馬体診断、はい、1番先頭セリフォス、安田記念2着馬ですね。そこから休み明け、そしてシュネルマイスター、これからいきたいと思います。シュネルマイスター前から光が当たってます。なんか光沢の雰囲気がちょっと違いますね。シュネルマイスター前から、光が当たってますので、ケツヤがそこまでっていう感じなんですが、こちらから行きたいと思います。セリファス、こちら人気になりますが、休み明けです。人気になりますが休み明けでございます。光り輝いてます。立ち方もいいです。ただこの馬一回叩いてからマイルチャンピオンに行こうと思ったんですけど、夏負けしたらしいですね。まあそこから立て直してっていうところで、それがちょっと気になりますが、いや馬体はできてますよ。うん、いいですよ、いいですけども、そういうのが奥の方に残ってるとね、わからないですけど、まあ見た感じこうやってうっすらとね銭形が出てるような雰囲気もあります。はっきりと銭形とは思えませんが、うん、できてますね。首差しとか力強いですね。いいですね。さあそして、シュネルマイスター、気候が抜けております。もう完成形でしょうね。もうこの時期友がぶっといです。このヨロと言うんですけど、このお尻もでかいですね。うん、力強いともしております。いいんじゃないですか、うん、いいんじゃないですか、うん、いいですね。どっちが人気なんだろう。若干この比べてみると分かるんですけど、この下っ腹がポコッとしてるような体型なので太く見える感じはするんですけど、全然太くないです。続きましてナミュールです。前走富士ステークス、ボバに混じって勝ちましたね。こちらです。ちょっと前から光、そして若干もう冬毛が出てるかなっていう感じなんですけど、牝馬のしちゃ友がでかいですね。このね幅がね、うん、しっかりとしてますよね、うん、ちょっとやっぱ冬毛が出てる感じがするけどね。さあそしてエルトンバローズ3歳馬、こちらも前から光が当たってるのでちょっと見づらいとは思いますが、いいですね。うん、3歳じゃこれやっぱり戦力強いんじゃないですか。連勝、確か連勝ですよね。うん、毎日王冠勝ってんだ。うん、もうちょっと気候が抜けたら、強くなる。これ小判になってからですね、まだ3歳の段階でこの金骨隆々は素晴らしいですね、うん、はい、うん、こう見るとやっぱな、牝馬とボバの違いで、こっちの方が筋骨ね、メリハリがある感じはしますよね、うん、さあ続きましてこの辺がね人気になってくると思うんですけど、次4頭ソウルラッシュレッドモンレーブいきたいと思います。ソウルラッシュも前から光が当たってますが、いい筋肉しております。レッドモンレーブもいいです。さあこちらです。どうでしょう、皆さんの見栄えはどうでしょうか。これトモいいですね。これねトモぶっといですね。ちょっと太めな筋肉のつき方ですけど、いいですね。大きなお尻でトモがすごい、うん、うっすら銭形出てますね、うん、銭形文様出ております。そしてレッドモンレーブもいいんじゃないですか。これエビちゃんのところですよね。エビの調教師のところですね。ロードカナノアでこの馬も、前走ナミュールに負けたんですけど、ナミュールよりちょっと速い足で上がってきました。
ハマれば面白そうですね。うん、いいですね、いいですね。さあ続きまして、総バリアント1006前走初めて走ったのかな。総バリアント富士ステークス3着、はい、2000が得意だと思うんですけども、1006にも対応できるというね、総バリアント、うん、2000走れる馬は1006も強いと思います。いいんじゃないですか、立ち姿すっきりして、確か池添ジョッキーですね、池添ジョッキー、うん、ちょっと尻尾がピーンとこのね、付け根がピンとしますけど、若干力が入ってるんですかね、うん、こんな感じです。さあこちらジャスティンパレスもいいですね、後ろからの光なのでケズヤよく見えます。ケズヤもう間違いなくいいですね、うん、輝いております。おお、トモ、本当にトモがしっかりしてんだよな。でも背中がこの気候からこのお尻に向けての背中がまっすぐなんですよね、まっすぐなんですよね。角度を見てください、角度が若干こうあるんですけど、意外とこの馬まっすぐなんですね。うん、筋肉がしっかりしてる。意外とこれ面白いんじゃないですか、ジャスティンカフェ。馬体だけだったら買いたいな、やっぱりな。うん、ジャスティンカフェ、あ、前走毎日王冠で1分45秒走ったけど勝ち馬から 0.5 秒。さあ、はあ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 、エルトンバローズとの2キロ差で7着で、うん、多分これ、うん、とね、確かジャスティンカフェも夏負けの兆候があったかもしれないですね。だから1回耐えられどうかっていうね、うん、さあ、おー、次イルーシブパンサーダノンザキッドという、はい、しっかりとこの馬も本来はね、去年の安田記念で私狙ったんですけど、まあ位置が悪すぎましたね。後ろからのレースで最速で上がりましたが、もう間に合わないっていうレースで、ただポテンシャルは高いので一発ハマればこの馬、左専用のように思われてますけど、右でもあってもおかしくないぐらいのポテンシャルです。胸前の筋肉、お尻いいです、もうしっかりとできてます。スタート次第。そしてダノンザキッド、去年の2着馬、一昨年の3着馬、うん、阪神で行われたマイルチャンピオン、今回京都でございます。どうでしょうか、うん、この馬はもう若干気持ち太いのかな、でもしっかりとしてるね、トモが、うん、トモが分厚い、うん、いいです、両方ともいいです、全馬いいね、うん、やっぱこう見てくるとナミュールがちょっと牝馬で冬毛がケズヤがっていう感じしますよね。そしてマッテンローオリオン、ダノンスコーピオン、ダノンスコーピオンはちょっとケズヤもあまり良くないのかな、うん、ワントーン落ちるかな、なんかもう陣営のコメントでもバランスがいい時ほど良くないと、バランスがあまり良くないと言ってますよね。そして待って、この肩口が立ってるんですよね、こうやって肩がこうやって立ってるんですね、このぐらいの角度があるといいんですけど、こういう感じなのでね、手が長く伸びない感じなんですけど、この馬もでもねポテンシャルあるからな、のりちゃんが乗ってくるのかなっていう感じですね。あ、以上ですね。あ、これだけなんだ、これだけなんだ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、まあ、この中で馬体だけ見ておおと思う馬は、まあ、この写真の写りもあるんですけど、ジャスティン・パレスか、いや、イルシブ・パンサーも悪くないな、うん、セリボスもいいですが、あ、ソウル・ラッシュもいい、あ、どれだろう、これ弾けそうな雰囲気があるのは、弾けそうな雰囲気があるのはね、ソウル・ラッシュとイルシブ・パンサー、あくまでも私の試験でございますということで、皆さん、今週マイルチャンピオンシップです。先週は何だったっけ、あ、エリザベス女王杯、外れました。マリア・エレーナ頑張りましたが最下位になっちゃいましたね。無事でいてほしいですけども、何か情報出てますかね、マリア・エレーナ、まあでも積極的なレースをしてくれましたし、
やっぱ勝った馬が強かったですね、ルメちゃんがね。今ルメちゃんにいい馬が回ってきちゃってるのかな。だから紐が1着3着できて4着にまで来たんですね。ライラックも頑張ったんですけど、やっぱ枠で 1,2,3 で決まっちゃって、枠が外だとやっぱ多少不利なああいうねレースになっちゃいましたけど、だから今回も枠考えていった方がいいかもしれないですけどね。週末天気予報はどうなんでしょうかというところで、さあ皆さんゆっくり考えていきましょう。この芸能界は10月11月忙しくなってきて、もう、年末年始の撮影なんかもね始まったりしておりますけども、皆さん11月23日勤労感謝の日、飛んで埼玉2琵琶湖より愛を込めて、全国ロードショー公開されますので、ぜひお時間のある方は徐々に見に行ってください。私ちょこっと主役やってます、最後の方の主役2秒間だけ主役やってますので、ぜひ見てください。飛んで埼玉、痛いの痛いの飛んで埼玉。オツのからさまでございます。市場馬体診断でした。ソウルラッシュとイルシッパーさん、でも他の馬たちもいいです。それでは失礼します。